おはようございます、どうもコラです。本当のペイです。さあ、今日元気いきましょう。コアラ GM の J1 第21節振り返り、町田剛ということで、21節も振り返っていきましょう。まあ、今節の結果このようになったんですけど、やっぱり一番の注目はね、この首位攻防戦町田が制したというところなんじゃないでしょうか。これも後ほど詳しく見ていきたいと思います。はい、さあ、それではね、1試合ごとに見ていきたいと思います。まずは私とポンピーが応援している FC 東京、そして川崎フロンターレの試合から見ていきましょう。お願いします。まずは FC 東京対アビスパ福岡の一戦。残念ながら FC 東京 0-1 の敗戦となっちゃいました。ありがとうございました。なんで喜んでんの？いや、応援。いや、応援ってなんで選手みたいになってんの？はい、苦しい敗戦です。本当にね、ここで勝てばまた上位争いに食らいついていけるという、こういうところで敗戦、またもやね、この8位転落、注意に落ちてしまいました。本当にこれは重たい敗戦です。一方、福岡好調維持、6戦負けなしとなっています。さあ、東京のスターティングメンバー出してください。こちらになります。今回の前線はディエゴ・松木の組み合わせになりました。田原積はね、ベンチスタートということで、ジョーカー的なね、起用になりました。さあ、この試合です前半に関しては FC 東京が押し込む優勢な時間帯が多くなっています。ソファースコアのデータ見ても東京が押し込む時間が多くなっていますね。中盤でうまくこうパスをつないでいきながら、ディエゴもいい起点となり攻撃を展開していきます。ただこのエリア内でのクオリティに欠けてしまい、得点までは至りません。守備面ではね、立ち上がりこそ相手に決定的なチャンス作られましたが、まあ、特に岡がこの空中戦に強いウェリントンにうまく対応してですね、福岡の攻撃を小瀬谷に関してはしっかりと抑えたと思います。後半の立ち上がりの時間帯にも FC 東京押し込むんですけれども、そこでも得点を奪うことができません。さあ、そんな中、福岡は小田、そして茂美の同時投入もあり、徐々に押し込み始めます。66分に失点となってしまいます。右からの小田のクロスに対して中に入り込んできたこの茂美がね、うまくニアで合わせて先制に成功されてしまいます。小田のクロスの精度も素晴らしかったですし、斜めにうまく入り込んできた茂みのシュートも素晴らしかったと思います。いやー、ただね、ちょっとここの失点シーンは FC 東京としてももう少しできたところはあったんじゃないでしょうか。クロスへの対応のところもそうですし、もう少し守備の組織として連動して、守る必要があったんじゃないでしょうか。まあ、この交代選手の活躍もあって、先制点奪われてしまいます。さあ、その東京、荒木、田原などを投入して攻勢に転じようとするんですけれども、やっぱビルドアップのところでなかなかうまくいかず、そもそも前までボールを運ぶことができません。そのまま決定的なチャンスを作れず、試合終了となってしまいました。本当に残念な敗戦です。もう本当に試合終了間際のシーンでも、この後ろの方でね、なかなか出どころにね、詰まってしまって、前線ボールを送れないというシーンは、もう非常に気がかりです。本当、得点を取らなきゃいけないシーンでは、森重が前に上げてでもリスクを負ってでも、得点を取りに行くと、そういう姿勢は見たかったです。今日の試合展開であれば、やはり押し込んでいた前半に、得点を取らなければいけませんでした。交代策も、うまく実らずの、今回敗戦となっています。まあ、今のね、FC 東京の現状としては、このスターティングメンバー、この最初の戦い方でうまくいかず苦しくなった時のやっぱりプラン B っていうのはね、チームとしてない状況です。まあ、そういった意味でも選手交代含めてうまく修正してきた、この福岡との差を見せつけられ、現実を突きつけられた、そんな重たい敗戦となってしまいました。いやー、本当に苦しいです。本当にちょっとね、1日経ってもこのモヤモヤした気持ちが晴れていません。正直残念ながら東京をまた注意に戻ってしまいました。まあ、ただね、今シーズン連敗をしていないということはね、ここまでポジティブな点なので、ここからズルズルいってはいけません。なんとかこのね、次のアウェー柏戦になりますけども、連敗することなく明るい兆しをね、勝てる東京で本当に見せてほしいです。ただこの試合今回は、ね、今シーズンの東京にとって本当に現実を突きつけられる重たい敗戦になったと思います。以上が、この福岡の一戦でした。ありがとうございます。それでは、この水色のチームの振り返りからに交代します。お願いします。はい、3試合連続の引き分けとなってしまいました。はい、まずね、前半の方はね、攻撃面特に左サイド良かったです。佐々木朝日選手と丸信也選手、前半23分、瀬古選手のね、ミドルでディフレクションしたところ、大迫選手弾いたところで丸信也選手が詰めて先制と。はい、彼ね、3試合連続ゴールと非常に乗ってきてます。ありがとうございます。ありがとうございます。
まあ、このゴールもね、あの元はといえば左サイドで佐々木朝日選手が奪ったところから分厚い攻撃ができてのゴールでした。それ以外にも、佐々木選手がねカットインしてシュート打ったりとそういうシーンもありました。一方広島の方は連動したハイプレスからチャンス作ったり、失点後もね主に右サイドからチャンス作ったりはするんですけど得点には至らずということで後半に入ります。後半からね広島動きます。中島陽太郎選手入れました。なんと高校3年生18歳、やべっちスタジアムでも中村健吾さんがね注目選手挙げてました。はいはいはい、実際の代表の方で指導したこともあるそうで、あのロールモデルみたいなやつの時ですね。実際あのでこの試合が3試合目と、で実際この試合でもね本当にパスのセンスも良かったり、まあ、個人的にはすごいねパススピードすごいいいなと思いました。あ確かにボールの持ち方もいいですね。はい、いい縦パス入れたりね、スキッベ監督からの評価も非常に高くて、で広島はねあの中盤の河村選手そして野津田選手抜けましたから、今後はねすごい出場機会増えるんじゃないかと思います。私も注目していきたいと思います。はい、後半はねフロンターレまあチャンスもありましたけど得点奪えずで、なんとか耐えて試合終了というか勝ちたかったんですけど、88分ミスター選手がねエゼキエウ選手とワンツーでうまく切り込んでミドルリフレクションしてゴールインと追いつかれてしまいます。で後半アディショナルタイムはね小林悠選手にね決定機訪れるんですけど決まらずと、3試合連続の引き分けとなってしまいました。まあ、ヴィッセル戦以降ね内容良くなってるんですけど、前半にね先制したりと3試合連続ですそれもできてるんですけど、後半までね続かないと試合終了まで追加点が奪えなかったり追いつかれたりと、なんとか勝ちが欲しいです。お願いします。ありがとうございます。応援します。さよなら。さよならじゃない、あとは任せます。市原さんが熱かったです。ありがとうございます、うん、かなり熱いパフォーマンスでした。さあ変わりましたんで、ここから見ていきましょう。ありがとうございます、続いては上位チームの動向見ていきたいと思います。今節一番の注目の一戦、ガンバ対町田の首位攻防戦、1対3、町田ゼルビアが勝利となりました。町田はですね3試合ぶりの得点、さらには3試合ぶりの勝利となって、首位キープとなります。さ あこの試合先制点を奪ったのはガンバ大阪です。立ち上がり9分にウェルトンが先制点を奪います。まずねあの中谷の素晴らしいロングフィードをウェルトンが受けて、一旦ね宇佐美にボールを預けます。そして宇佐美からのこのまたスルーパス、リターンパスを受けたウェルトンが、非常にこの左角度のないところからですねゴールキーパー谷の股を抜く素晴らしいゴール、ガンバがホームで先制に成功します。さあその後ガンバも押し込んでいって優勢に試合進めていくんですが、まさかの出来事が起こってしまいます。33分にですね半田陸が2枚目のイエローで退場となってしまいました。いやーガンバとしてはここまでね非常に先制して優位に試合を進めていただけに、本当にこれは痛い退場となってしまいました。まああの半田選手はねこれ3分間で、2枚イエローをもらってしまったということで、まあちょっと気持ちが入りすぎてしまっていたんですかね、これはちょっと残念な退場となってしまいました。もう2枚目も意義なしっていうレベルの、うん、足裏で言ってましたからね、ちょっとこの退場は残念です。はい、さ あそれ以降はですねガンバが数的不利もあり劣勢になっていきます。そして、前半終了間際ロングスローの流れからデュークが押し込んで町田が同点に成功。この前半のうちに、しっかりと町田が追いつきます。後半に入っても数的有利を生かし町田が優位に進めていきます。61分には自らが倒された PK を藤尾がね、自分で決めて逆転に成功。水をかけてるんじゃないかというシーンもちょっと話題になりました。はい、藤尾もね試合後のコメントではもう決めちゃえば関係ないんでみたいな、はい、まあ、実は結果出してますからね、はい、うん、そこは何も言えないです。いえ、まあ、藤尾もね、これで今季8得点目ということでパリオリンピックあれ、オリンピックって何？パリ五輪のメンバー発表前に大きなアピールとなったんじゃないでしょうか。さらには69分には銭湯が、
追加点を決めて勝負あり。いや本当にね、町田が数的有利を生かしたサッカーをの、ね、退場後は展開していたなと、そんな印象です。この勝利で町田は2位との勝ち点差を5差つけて、抜け出したという形になりました。ちょっとね、町田の後半戦に入ってからなかなか得点を奪えず苦しんでいたんですけれども、上位との連戦も乗り切ってこれ首位に立ってきたということで、まあ、本当強さ本物ですね、これは。そんな首位攻防戦でした。はい、さあ続いてこちら見ていきましょう。鹿島対、神戸の戦、1対3、神戸が勝利です。こちらも優勝争いに向けて生き残りをかけた一戦、神戸が3得点を奪って勝利となりました。この試合先制したのは鹿島に取らず、立ち上がり8分にですね、コーナーキックから体の強さを見せてチャブリッチが先制点を奪います。一方その後は神戸が押し込む展開となっていきます。18分に、武藤義則のゴールで追いつきます。後方の扇原からの素晴らしいロングフィード、これも素晴らしい抜け出しだった武藤が収めて1対1を冷静に決めて、同点弾となります。さあ38分、神戸が逆転に成功します。コーナーキックからのこぼれ球トゥーレルがうまく押し込んで逆転に成功。神戸がですね、前半のうちに逆転成功します。さらには後半にあり62分、なかなかねここ最近ゴールを奪えていなかった大迫が実に8試合ぶりのゴール、これはねもう神戸らしい得意の高い位置で奪ってからの縦に速い攻撃、大迫がフィニッシュというそんな形でした。終盤鹿島は押し込んでいくんですけれども、得点までは至らず試合終了。鹿島はねこの試合枠内シュート3本に抑えられてしまいました。この試合出場停止だった鈴木優真のね不在という影響もあったんでしょうか。いやでかいでしょう。うん、だいぶでかいと思います。はい、鹿島の情報で言うとね、佐野海舟さんの海外渡航が発表されました。海外渡航、いやいや、その移籍を前提としたね。そうだ、はい、はい、応援してます。はい、頑張ってください。その他の試合もね、予定まとめて見ていきたいと思います。はい、さあまずはこちら札幌対新潟の試合、こちらライブ配信で見ました。0対1、新潟が勝利です。新潟は6月公式戦8戦負けなしとなっています。好調ですね。一方札幌は7連敗、苦境を抜け出すことができず、なんと4試合無得点と本当に苦しんでいます。さあ立ち上がりからですね、決定機を作っていくのは新潟。札幌は菅野の好セーブもあり、なんとかしのいでいくという展開です。その後ね、札幌はまあ得意のこの対角へのパスからのね展開でサイドまではボールを運ぶんですけれども、やっぱり前の試合から引き続いてエリア内でのクオリティに欠けてしまい、得点までは至りません。そしてね、38分にはこの試合先発で起用されていた長谷川達也が交代となってしまいます。で一応ね、ミシャの会見の情報によると怪我での交代ということなんですけれども、まあ、長谷川達也交代の時はかなり不満そうなやっぱ表情をしていたので、まあちょっとそこの真意は気になるところです。まあ、やっぱ怪我での交代にしてはちょっとあそこまで不満な表情だったっていうのがちょっと疑問に思うような感じでした、見ていて。さ あそんな流れの中、後半7分、新潟谷口のゴラッソが生まれます。まあ、左からのカットインしての素晴らしい構成のシュートでした。これもちろん谷口のゴールは素晴らしいんですけれども、ちょっとね、札幌にもこれ問題があります。前線でのこれやっぱ鈴木武蔵のボールの奪われ方がちょっとあまりにね、しんどいボールの奪われ方でした。ここでボールを奪った新潟のディフェンダー堀米がボールを谷口に預けて、そのままね前線までね、ランしていきます、走っていきます。はい、でこれ谷口のシュートも素晴らしいんですが、堀米の後ろからのこの上がりもあったことによって、よりねディフェンスを守りきになったと思いますんで、この堀米の頑張りもあっての素晴らしいゴールでした。まあ、新潟はこの試合自慢のこのパスでの崩しだけではなくて、札幌のディフェンスラインに裏をついたロングボールもうまく駆使してですね、攻撃を組み立てていました。1点後は札幌をなかなか決定機を作ることができず、そのまま敗戦、7連敗となってしまいました。まあ本当にね、このスタジアム雰囲気としても試合後即ね横断幕が撤去されたりと苦しい状況です。ミシャのインタビューでもね、本当まあ怪我人がこんだけ出てて辛いよっていうようなところのね、まあ、話がメインになっていて、いやいつこの状況を抜けらせるんでしょうか。本当にね、ちょっと他チームのサポーターとして見ていてもかなり苦しい状況です。はい、以上が札幌新潟の試合でした。さあ続いてこちらの一戦です。マリノス対ヴェルディの一戦、はい、1対でヴェルディが勝利となりました。この試合ですね、ヴェルディはリーグ全試合で先発起用していたどういうことね。ヴェルディはリーグ全試合で先発起用だった木村宗衛に加えて、三木もこの試合ベンチスタートになります。まあ、メンバー大幅に入れ替えてきました。そんな中、この試合先発起用となった山見が12分に先制点を奪います。コーナーキックからのこぼれ球をですね、エリア外のところから本当に素晴らしいコントロールショット、ゴールキーパー絶対に触れないコースに決めると
素晴らしいゴールでしたね、これ。さらにベルディその後オンゴールで2点差とします。まあこれもね、山木が絡んでのオンゴールでした。はい、うん、さあ前半終了間際に、マリノスがね、前線の古選手がうまく絡んだ崩しから宮市が返して1点差に迫ります。後半に入ると終始マリノスが押し込む展開なんですけれども、得点までは奪うことができず2対1でベルディが勝利となりました。まあベルディね、大幅にこうメンバーを入れ替えた中でこのマリノスに勝てたっていうのは今後に向けて自信がつく勝利だったんじゃないでしょうか。マリノスの調子悪いですね。うん、あの今季、3度目の連敗となってます。試合後ね、スタジアムからも部員が飛んでいました。はい、はい、さあ続いてはこちらの試合見ていきましょう。セレッソ対名古屋の一戦、2対1セレッソが勝利となりました。セレッソが連勝で7戦無敗となります。一方名古屋は3連敗となってしまいました。さあこの試合両チームがチャンスを作る中、26分にレオセアラーによってゴールが生まれます。レオセアラーなんと今季15得点目、すごいですね。このゴールはですね、後方からこうボールが流れてきたところをハーフウェイライン過ぎたあたりから左サイドね、一人でこう運んでいって、最後ボックス内に侵入してハチャンレイの仕掛けもかわしてゴールを決めるという、まあこの力を見せつけたゴールでした。ハチャンレイの仕掛けもかわしてました。聞いたことないですよね。ハチャンレイと言って1位も勝って、いやこれね、解説松井大輔さんも本当に驚くゴールでした。ちょっとディフェンス良くなかったなっていうのは感じましたけど、ね、そうね、あのボール後ろに反らしてしまったところ含めてね、楽しみも含め、はい、はい、さあ後半にはですね、ルーカス・フェルナンデスが追加点を奪い2点差。このシーンはね、アシストのカプチャーも素晴らしかったです。高い位置でボールを奪ってドリブルでボールをかわして、中のルーカス・フェルナンデスにボールを送りました。その後ね、名古屋は反撃に出ます。久保がですね、今季初ゴールを奪って1点差に迫るんですけれども、その後追加点を奪うことができず、セレッソが好調を維持してこのまま勝利となりました。さあ続いてこちらです。いや、はい、いや、ちょっと名古屋だいぶ調子悪くなってますけどね。はい、そこはノータッチなんですね。いや、名古屋に関しては、3連敗です。はい、はい、なかなか勝ててないこの不調の名古屋も非常に気になります。はい、はい、補足情報あるってことですか。それはありません。 なんでじゃあ聞いたんだよ。聞いたっていうかだいぶ勝ってないからね。うん、いやだから3連敗って話はしてるからね。はい、うん、最初に。さあ続いてこちらです。レッツ対ジュビロ、3対0、レッツが勝利となりました。この試合ね、ほぼ試合通して、ペース主導権を握ったレッツが岩田を圧倒して3得点で勝利となります。さあまずは前半21分のシーンです。新キャプテンに就任した伊藤敦樹の左のクロス、ここに石原が合わせて先制に成功。石原は J 初ゴールとなります。 J 初ゴールなんですか。あれ違うかな、移籍後初ゴールとかじゃなくて。うん、いやどっちですか。プロ初ゴールです。いやじゃあそうでしょ。はい、石原プロ初ゴールです。じゃあ合ってるだろ。はい、はいとかじゃなくて、はい、すいませんでした。うん、それを言えよちゃんと。はい、ありがとうございます。さあ先制点を奪ってもね、もうずっとこうレッツの流れが続いていきます。そんな中後半に入り52分にはですね、こちらも伊藤敦樹が抜け出して、右からパスを送りですね、龍馬さんがダイレクトシュートで追加点成功。シュートうまかったですね。いや、いいコースでしたね。あの川島も少し触ったんですけれども阻みきれない、そんなゴールでした。それぐらいいいコースに飛んでました。おめでとうございます。おめでとうございます。龍馬さんゴール2000連発です。待ってますね。まあ、やっぱりローマさん、やっぱ前線の方がねより輝いてるなっていう印象ですね。はい、サイドバックよりも。3位は74分にはここまで2アシストだった伊藤敦樹が決めて勝負あり。まあ伊藤敦樹2アシスト1ゴールということで、ゴール1ゴールということで、この試合大活躍になります。まあ本当に新キャプテンここにありということをこの埼玉スタジアムのねお客さんにも披露できたんじゃないでしょうか。移籍拒否しての残留らしいですからね。うん、そういうこともありました、夏の移籍を。はい、はい、さあこの試合ですね、あの68分のね岩田のこのクロスからあのペイショットのボール、これ西からパンチングしたのがちょっと完全にペイショットの頭当たってたシーンがちょっと話題になりました。はい、うん、これはね正直パンチングもろにもペイショットに当たって殴るような形になっていたので、ちょっと PK 取られなかったのはかわいそうだなと思いました。まあただちょっとそのシーンをね、あの一定期間ジュビロ岩田さんがあの公式のヘッダーにしてますけど、ちょっとさすがに公式アカウントがやることはないのかなと思いました。はい、はい、さあそしてね、あのこれレッツトピックとしては対談するショルツと酒井宏樹がこのね試合後に挨拶をしました。
はい、はい、今回ねキャプテンさらに副キャプテンが夏にこの移籍するという異例事態です。その個別のね移籍の経緯に関してはレッツのね公式サイトで先ほどね発信がされていました。具体的になぜ移籍に至ったのかっていうのが発信されていましたので、まあこういう発信っていうのはやっぱファンにとってもね納得できるものになりますし、ぜひ他のクラブ見習ってほしいなと思いました。ありがとうございます、うん、ショルツの移籍のね経に書かれているところが印象的でした。強く異流に勤めましたが、レッツというクラブが現在用いている全ての力をもってしても阻止することはできませんでしたということで、まあそれだけこれ多分ねカタールから巨額のオファーがあったということですね。はい、であとレッツのねトピックとしては本間志音の解任も発表されたということで、今後の活躍楽しみです。はい、はい、それでは続いてこのチャンネル見ていきましょう。湘南対京都の一戦、01京都が勝利となりました。降格圏にいるチーム同士の大事な対決は京都が制しました。まずは24分京都が先制します。原太一がですねマルコ・トゥーリオのこの絶妙な浮き球、もうラインギリギリのところを胸取らして流し込むという素晴らしいゴールでしたね。その後はですね湘南もチャンスをつかみ始め、後半の立ち上がり PK を獲得します。しかしここはですねクソンユンがスーパーセーブで止めて湘南得点を奪うことはできません。クソンユンはね非常に PK ストップ率も高くなってまして、これはここまでですね PK5 本中3本を止めています。すごい素晴らしいセーブ率ですね、うん、はい、さあ湘南もその後チャンスをいつも作っていくんですが得点までは至らず終了。0対1で京都が勝利となりました。京都はこの勝利をもって降格圏を脱出となっています。さあそれでは最後の一戦こちらですね、鳥栖対柏の一戦、1対4で柏が勝利となりました。柏は実に7戦ぶりの勝利、一方鳥栖はこの敗戦で18位転落となってしまいました。さあこの試合柏が多くチャンスを作る中先制点は鳥栖です。37分にマルセロ・ヒアンがスーパーゴール、今季10得点目となります。まあこれね相手ディフェンダーとこう 50-50 のねシーンなんですけれども、体の強さを見せつけて、マルセロ・ヒアンがねマイボールします。そこからこのシュートもね叩きつけてゴールに入れるという非常に技術の高いシュートでした。いやマルセロ・ヒアンもいい選手ですね。ただですね、前半から引き続いて後半に入っても押し込むのは柏です。その流れの中から62分にはPK からサビオが決めて同点、63分には右サイド細谷の素晴らしいスペースへの抜け出しからボールの中に送ってですねファーサイドのサビオが決めて、逆転に成功します。その後途中出場の木下が2得点を決めた活躍もあり4得点を決めて、サガン鳥栖に勝利となりました。柏も久しぶりの勝利です。一方なかなか鳥栖は勢いに乗れません。18位に転落です。さあということで今節生まれた順位を見ていきましょう。こちらになります。まあやっぱりなんといっても一番の注目は首位町田でしょう。この首位攻防戦を制して2位との勝ち点差を5-3に広げてきました、そして降格圏のを見ていくと今日の勝利をもって、京都が降格圏脱出となっています。さあ今節のベストゴール発表したいと思います。まあ悩みましたが私はねヴェルディの山見のゴールを痛みたいと思います。痛みたいって、ね、いやいや選びたいと思います。はい、私もでした。うん、大幅にやっぱメンバーを入れ替えたということで山見をね、ここはこの試合にかける思いもあったと思いますし、まああれはねもうキーパーもノーチャンスの素晴らしいシュートでした。うん、それでは次節の対戦カード見ていきましょう。7月5日から7日にかけて21節が行われます。まず、近所の広島神戸、こちらは配信で見たいと思います。そして6日、柏対東京の試合は私、アウェー柏は現地に向かいます。いってらっしゃい。はい、そして7日の夜福岡対京都の一戦は配信で見たいと思います。はい、はい、まあ次節の注目カードなんですが、まあ、私はねガンバとマリノスのこの一戦挙げたいと思います。ここまでね、負けなしで続いていたガンバがこう久しぶりの敗戦となってしまったので、ここからどう立て直していくかというところに私は注目したいです。あなた注目のカードありますか？まあ町田対名古屋ですかね。はいはいはい、どんな点が？やはり首位の町田の試合っていうことと、うん、調子の悪い名古屋、町田止めてくれたらねより盛り上がると思うんで、はい、そこ注目したいです。お願いします。はい、さあということで、J1 第22節も本当に楽しんでいきましょう。東京も頼むよ。皆さんありがとうございました。さよなら。この動画いいと思ったら高評価お願いします。